ホープダイヤモンド。白金製のペンダントの中央に飾られている、タベルニエが持ち帰った、当時のホープダイヤモンドのレプリカ。彼のスケッチに基づき再現類15世が作らせた、フランスの青を含む、金曜キ騎士ン用ペンダントの、レプリカホープダイヤモンドは、現在スミソニアン博物館の一つである、国立自然史博物館に所蔵されている45.52カラットの、ブルーダイヤモンド。 クラリティは VS1。紫外線を当てると1分以上にわたって赤い輪行を発する。紫外線を当てられて発光するダイヤモンドは珍しくないが赤くしかも1分以上も光り続けるというのは極めて珍しく現在のところその原理は解明されていない。青い色の原因は不純物として含まれる酵素が原因であることが解析の結果判明したが ダイヤモンドが生成される地下深くでは、酵素はほとんど存在しないとされている。このため、なぜダイヤモンドの生成時に酵素が含まれたのか、についても謎となっている。いわゆる、持ち主を次々と破滅させながら、人手を転々としていく、呪いの宝石として有名であるが、その伝説は大幅に脚色されている。現在では、ホープダイヤはその周りに16個。 鎖に45個のダイヤをはめ込んだ、白金製のペンダントの中央を飾っている。9世紀頃、インド南部のデカン高原にあるコーラルという町を流れる川で、農夫により発見される。以下は確実な資料に基づく内容である。いわゆる、呪いの伝説では、蒸気以外に次のような歴史が語られている。これらの人物のうち、フランス王室の3人、ランバールコーヒー、 オスマン帝国のスルタン、窃盗団以外の大部分が実在したという確実な根拠がない。呪いの話は、1909年にロンドンタイムズの6月25日号において、パリの通信員が悲惨な最後を遂げたとする架空の所有者を多数含んだ記事を寄せたのが最初であるとされる。さらにこれらの伝説を拡大する役割を果たしたのが、フランシス・ホープと離婚した名誉絵だった。 彼女は離婚後の愛人と別離し、ダイヤを愛人に奪われたと主張したり、自分の不運がダイヤのせいだと決めつけた。しかし後に、その愛人と再び寄りを戻して、結婚、再度離婚した。二度目の離婚後、名はダイヤモンドの謎という十五章からなる本を、他の執筆者の助けを借りて書き上げ、その中にさらに架空の登場人物を加えたのである。ついには彼女は、 自分の書いた本をベースにした映画を作らせ、それにフランシス・ホープ夫人役で主演し、ここでも話の誇張と人物の追加をしている。メイは映画の宣伝と自分のイメージアップのために、ホープダイヤの模造品を身につけていた。また、マクリーンはエカチェリーナ2世などの所有者を加えて話を客色していたという。世界中を旅した宝石だけあって、その大きさは徐々に縮小している。 具体的に言うと、以下の通り、ハリー・ウィンストンは全く呪いを信じず、ジョークのネタにしていた。以下の逸話が残っている。ウィンストン夫妻は共に遠出をすることになるが、当初の予定が狂い、妻のみが別の旅客機に移動した。妻がキャンセルした席、つまり、ウィンストンの隣の座席に代わりに乗ってきた男は、安心したように隣のウィンストンに話しかけてきた。ウィンストンは笑って、 それはそれはと答え、ホープが入ったトランクを撫でたのみだったが、飛行が終わり席を立つ際、名前を明かし相手を大変驚かせたという。上記の通り、ルイ14世がカットさせた前後で、大きさが約半分になったため、本当はもう一個あるのではないかと噂されている。また、多くの呪いの話が、客色や想像上のものである。 ジェームズ・キャメロン監督による映画タイタニックで登場する壁王のハートはホープダイヤよりも高価なダイヤとして登場している。魅惑の財宝伝説失われた黄金と宝石の謎。日経ナショナルジオグラフィック社2017年6ページ。ISBN 978から4から863133877。謎の宝石ホープダイヤモンド日本放送協会。 制作、2011年1月28日放送にて発表。ありがとうございます。